はい、というわけで、本日は、第3回目の、婚活会がこれから始まります。よいしょー自分のことをね、より分かってくれるリュウキ君に、見て判断してもらおうかなと思っています。はい、じゃあお迎えしましょうか。じゃあ、どうぞ。はい、今回もいや、ありがたいですよ、本当に。怪しく、本当は信じられない、信じられないと思うけど、彼女いないって。嘘つけって思います。優先、これだけは譲れないっていう男。ギャンブルはやってほしくない。確かに。恋愛はギャンブルじゃないですかね。あ、ギャンブルね、もう、あ、これ、パチンコの玉じゃないですかね。あー、これ違いますよ。近所に行けば4位になります。安いな。もっと高くなるんじゃない？大きいな。いやー、もう群れちゃいます。俺これでコンビニ行っちゃったから、ね、あいつ何なんだよ、あいつ何だよ、なんだよ、怪しいやつって思うんだよ。え、わかりましたわかりました。マジか最初から、なんかそう、ロンギョムんじゃないですかもういいやあ、そう、容姿、そこまで関係ないっていうのはちょっと嬉しいね。じゃあ、嵐くんはどうなの？あ、ね、3つ。そう、俺でもやっぱちょっと、待って、3つか3つ。まあなんか、まあ、それは感性が合う人。感性っていうのは要はその趣味とかってことか。うん、なんか感覚。ああ、なるほどね。価値観みたいな。価値観みたいな、まあ、価値観はずれててもいいんだけど、感覚が合う人。例えば旅とかしてても全然違う文化の人ともいるわけじゃん。うんうんうん、でもよね、お互いが理解し合ればね、そんな全然違う人同士でもうまくさ、行ったりする。あ、もう日本人じゃなくてもいいってこと？まあ、まあ、なんでもそうだけどね。あ、じゃ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 あ、これは、うえ、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 あ、もう来た。え、え、え、みたいな、え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 、みたいなね。すいません、なんか俺わかんないそれはそういうことだね。要は、まあ、そう、そう、例えば価値観とか、この言葉に喜び合えればいいってこと？そう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 、そこの会えばね、うまくいくんじゃないかっていう、まあ、同じね、人っていないと思うんで、やっぱそこの価値観があればいいかなっていう。これちょっとでも深いよね、難しいよ、価値観は本当に長い、うん、もう一緒に住んでみたりとかしないとわからない部分もない。まあね、まあ、だからいろいろ、でもずっとそれだよね、ずっとその連続だよ ね、恋愛段階っていうとさ、うん、やっぱさ、なんだろう、もう かわいこの人の前では可愛くいたいとかさ、うん、やっぱ着飾ってて本性を出してないパターンない？ああ、その嵐君も嵐君に合わせて笑うとか、まあお互いにそういうこともあったりすることもあるよね。だからもう先に結婚してから考えちゃうね恋愛挟むからおかしくなっちゃうねどう、そのどうなんだろうね。でも確かに、でもずっと結婚しててもそういうのってあるんじゃない？この人の前ではうん、ちょっと可愛くいたいなみたいな。まあそれがいい悪い、ちょっと無理してでも頑張りたいと思ったら、それもね、それも多分ね、なんか俺ね、うん、でもね、やっぱね、聞いた話だけど、うん、女は男で変わるっていう。大体だから女が吸ってるタバコって、うん、元カレのとかさ、なんか男が吸ってたからっていう、やっぱ男で女って変わってくるもんなのかもしれない。経験あります？そんな、その人の影響で変わったとか。まあ、なんか考え方とかは影響を受けたりはするかもしれない。うん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 、まあこういうあれしてるんだとか。うん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 、でもそれはあるよね、みんな。例えばちょっと憧れてるさ、まあ恋愛問わずだけどさ、うん、ね、じゃあ例えば野球やったらイチローにちょっと憧れるじゃん、やっぱり。そしたらやっぱイチローのその言動に刺激を受けたりとかさ。だってジャニーズいた時とかさ あったでしょ。そうですね、ジャニーさんの言われたことで、まあ、社長死んじゃったんでね、うん、ちょっと悲しいですけど、なんか秘めたこととかあったでしょジャニーズ自体、うん、まあそうですね、うん、ちょっと一回マニュアル読んでから戻ってきたで、2個目はやっぱり生きるたくましさっていうかがすごいある人かな。
だから漠然としてる漠然としてる。そう、まあ、分かんないけど俺アフリカの草原想像しちゃってまた変や出てきた。そういう人でもいいのってたくましく生きるってなんかそう今はまあ恵まれてるじゃないですか。まあでもねいつまでそういうね世界も壮大だけど続く可能性分かんないじゃん。100年に1回も戦争とかあったりとかさ日本もねしてるわけですよとか、まあいろいろなんかあるじゃないですか。その絶対人生で家族間でも分かんないけどなんかいろいろなんかあったりとかあるじゃん。そうなってもやっぱりそこのなんだろう満たされてない時でもそのなんか与えられた状況の中で強い人ってやっぱ強い。もうあらしくもう会議室でやるのやめて次回無人島でやりましょう。無人島でモニタリングしていい。そうそれはあそう使うんだその使い方いいよとかあらしくんがもうそうそうあー頭いいしたくましいなでもそういうの面白いっていうかちょっとやってみたいけどな。いやだらしくんがねたくましい女がいいって言うならそれもありなんじゃないちょっとまあね本当だよね。そういうところでのモニタリングでも本当そういう環境じゃないとなかなか見えないこともあったりないですか。だから、うん、ちょっと次回沖縄とかでどこでもちょっと島でそれで面白いな。そうそうじゃないとちょっと生きる高橋さんってここで見られなくない。でも逆にあこの人はそんなないんだろうなって人は日常の中で思ったりない。私も絶対これじゃなきゃダメみたいな人ってあんまいない周りの女子で、ね、わがままってこと。わがままなのかもう私もこれ絶対無理みたいなタイプの人とか、うんうんうん、そうそうそうそれじゃダメってこと。変わってくれるならいいけどなんかねもう固定概念がすごい強すぎるというか、うん、あもうちょっとやればできるじゃん頑張ればできるじゃんって言ってちょっと熱血な人が好きなのかな。あだねとかなんかちょっと、ね、あの要はもう雑巾を思いっきり絞れる女でしょ。またちょっと違うかな。やらなくて、シューッて、はい、うわ、いいや。雑巾絞れる女の子少ないらしいよ。あ、本当に、あ、やだみたいな。熱いタイプかな。じゃあ、そういう感じを持ってる人は、なんか、どの分野でもきっと多分それができるのかなっていうか、そこの熱さ、熱量がある人、うん、いいなと思うかな。アスリートとかじゃなくて。アスリートももちろんそうだけどね、そう思うけど、まあどの分野でもさ、いろんな負けず嫌いな子がいいの。まあそうだね、負けず嫌いでやっぱ向上心持ってある人。あそう。もうとか。今のまだ2個目だけど、今の現在で俺が浮かんだビジョンは同じタイミングで笑う女子プロレスラーしか出てこない。本当。よく笑うタイミング一緒だねみたいな。本当。でしょ、俺もいいや。いや、しゃあ。そうそうそう。うるやって。わかんない。俺の今浮かんだイメージはね、ちょっとそういう感じに出てきちゃったけど。まあそれは。まあ、でも3個目あるから3個目あるからそうそう3個目そうっすね、うん、今ので結構いいなんかあれだな出尽くした感もあるんだけど3つ目あの不自然体でいられる人っすか、うん、お互いになんか全部漠然としてるよね。本当なんかだってそうかそうかもしんないけどでも具体的ちゃい具体的じゃない。もうだからそういきなりマリッジするしかないよそれこそ本当に。だって結婚してみないと分かんないことだもん全部が。そうちょっと一緒に暮らすとかちょっとご飯食べるぐらいじゃちょっと厳しくない。結構でも随所出ないポイントポイントでうんでいやなっちゃうけどな。そうなの。まあだから仮面かぶって嵐くんに合わせてる。あでも合わせてくれてればいいのかその子は。でもいやでも自然体でいてほしいかなっていうかその無理して頑張るのは頑張るのはすごい好きだけどなんかどっかで自分を捨てて無理してるのは嫌だなっていうか。じゃあ、うん、極端な話なんか、うん、なんかもうなんかちょっとあぐらかきながら屁こいちゃったみたいなのもいいってこと。まあいいけどでもやっぱねお互いにいい自分でやりたいと思ったりするわけじゃない。それはすごいいいことだと思うけど無理やりなんかなんて言うんだろう
じゃあ人が なんだろうな、自分をよく見せようとするのはすごいいいことだと思うけど、なんか都合よくそうする人もいたりしない？なんかその子にさらす時にはそうしてるけど実際はしてないけどそういうこと言ってたりとか、ちょっと誰だか分かりづらいちょっと分かった。例えば例えばなんだろうな、じゃあ毎日掃除してますよ、でも実際はしてないけどその意欲思わせるために、あ私毎日掃除してますよっていうのはやっぱ言ってほしくないなみたいな。あ、言葉と行動が伴ってない。そうね、言葉ではすごい綺麗にねしてる、言葉ではなんつんだ、なんていうのかな、まあそこをだからまとめると嘘つかない子なのかなっていうこと。そう、まあまとめちゃうとね、空気が一緒はもう感覚が一緒っていうかもう自然体でいられるとかもう全部なんか、うん、感覚の問題というか、うんうん、可愛くなくてもいいんだね。まあそうですね、ハゲててもいいんだよ。ハゲててもまあよくはないけど、まあよくはいっぱいいい、まあでもなんかそこをじゃあ服着ないとかと一緒じゃない、なんかやっぱ自分なりになんかいい自分であるためにはするんじゃない。なんかなんかさ、ちょっといい人すぎない、なんかもっとさ、俺がおっぱ巨乳が好きなのやんじゃん、いつもすげえよ、すげえよ。あ、ちょっと本気で婚活しないでください3つの条件でさ、巨乳って いい人そんな言う、そんなある、いい人見せようとしすぎでしょ、ちょっとじゃあ3つ言ってみて。え、